キンプリ流瀬角、芸能界入りの壮絶エピソード。先輩たちのアドバイスに驚愕。キンプリ流瀬角、この態度のままずっとやっていくのは失礼だなって、仕事への意識を変えてくれた先輩たちの背中。木村拓也が信仰のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫る東京 FM のラジオ番組、木村拓也、フロー、毎週日曜、11時30分から11時55分。 1>, 1月のマンスリーゲストは、キングプリンスの長瀬廉さんと橋山さんです。1月14日、日曜日の放送では、長瀬さんの仕事への意識が変わったというエピソードや、二人の出会いなどについて語っていただきました。番組前半では、長瀬さんの子供の頃の話から、芸能活動スタートのきっかけについてトーク。母親が勝手に送った履歴書がきっかけとなり、オーディションを受けることになったという長瀬さん。 人前に立つことや目立つことが嫌いなタイプだった長瀬さんにとっては散々な思い出となったオーディションのエピソードを聞いた橋さんは仕事に対しての気持ちはどこから変わったんだろうと疑問を投げかけます。木村も嫌だなっていうモチベーションがどのタイミングでやったろうかなっていうチャンネルに切り替わったのと興味津々の様子。長瀬さんは正直入所して 2から3年はずっと嫌なままやっていたと振り返りつつ、ある時、舞台で言いい役をもらえることに、うわ、マジか、めんど、って思っていたんですよと、当時の気持ちを正直に話す長瀬さんに、あんまり言わないぐらい、正直に話してくれたねと、木村も橋さんも思わず笑ってしまいます。 しかし、稽古を重ねる中で、良い作品を作り上げるために頑張ったり、やる気のない自分にアドバイスをくれたりする先輩方の姿を見て、この態度のままずっとやっていくのは失礼だなって気づいたという長瀬さん。その後、スイッチを入れて仕事に取り組むようになったところ、同舞台をきっかけに徐々にファンが増えていき、長瀬角って書いてあるうちわの枚数が増えていくのも楽しくて、この仕事悪くないかもって意識が変わりましたと告白。 さらに木村は、アマとは、どういう出会いだったのと、二人の出会いのきっかけについて質問します。もともと、大阪と東京の異なる拠点で活動していた永瀬さんと橋さん。当時、事務所に入りたてだった橋さんは、セクシーゾーンと ABCZ がメインの舞台に、東京ジュニアとして出演中だったとのこと。そこに、当時大阪に住んでいて、徐々に東京での仕事が増え始めた永瀬さんが、 番組のロケで舞台の現場にお邪魔したのが初めての出会いだったことを明かします。橋さん曰く関西から水星のごとくみたいな感じで現れたという長瀬さん。そんな長瀬さんと橋さん、さらに橋さんと同じく東京で活動中だった平野潮さんの3人でステージで歌ったことがきっかけとなり、2014年の舞台、ドリーム b o エ s ではアイドルユニットとして主要な役柄を演じたと懐かしそうに振り返りました。 番組では他にも二人体制になって迎えたデビュー5周年への思い語る場面もありました。レン君の歴史は平野信用君のなしでは語れないと思うから、これからもお互いに遠慮なく名前を出せる関係であってほしいですね。しかしそれ以上に J さんの名前を出さずに歴史を語ることが難しそうで、よくこの話題を選んだなって思いました。すごい良い話だった。聞いてて感動したよ。 きっと並々ならぬ努力したんだよね。ますます応援しようと思った。ドリームビワイエスの舞台を振り返りながら、木村はレン君の歴史に平野紫陽君が欠かせない存在だと強調します。しかし、それ以上に、彼らが語る歴史には、遠慮なく名前を出せる関係が根付いていることが伺えます。これが真の友情の証であり、ファンたちにとっては心強い瞬間でしょう。番組を通して感じるのは、単なる対談以上に、 視聴者とのコミュニケーションの一環として、新しい視点が生まれているということです。長瀬さんの成長と進仰、そして仕事への情熱が、単なるエンターテイメントを超えて、共感と感動を呼び覚ますものになっています。今後も、木村拓也、フローが、未知の魅力を引き出し、ファンとアーティストの絆を深めていくことでしょう。